8月が終わろうとしてますけれどもまああの8月のニュースでですね、まあ、毎,毎年8月なそうなんですけれども、えーまあ、御巣鷹山報道に見られるようなですね非常に感傷的なニュースが多いというかですね我々夏になって8月に入るとですねテレビが広島長崎と来て御巣鷹山と来てそれから終戦報道と来てですね まあ、ずっと連続してここの70年間、まあ、8月というのが、まあ、非常に暗い月になっているわけですね、まあ、特に、まあ、原爆もちょっとまあやりすぎだと思いますが、えー、御巣鷹山報道が一番、うん、典型的だと思うんですね今まであ30年ぐらい前でしょうか私もちょうど現役であのバリバリやってる頃だったんですが 私はちょうどあの時羽田空港にいたかなんかですね。それでニュースが流れて、それで日航機がどうも行方不明になったっていうのが最初でですね、夕方でしたね。夕方の6時頃でしたか。で、NHK のアナウンサーにちょっと検討外れの人がいてですね、何かわけのわかんないニュースを流してた記憶があります。まあ、そのうち数時間経って、どうも群馬県の山の中に墜落したということで、それからまあ一日中ですね、 えー、オスとか山の墜落事故、日航機墜落事故、ジャンボでですね、えー、500人余りが亡くなると、まあ、その中には、有名な関取の,親,あの親方とかですね、それから Q ちゃん、歌手のですね、坂本 Q なんかもおられまして、まあ、大変に社会的なショックを与えた事故ではありました。しかしですね、あの子の1年間の交通事故っていうのは、まあ、大体1万人だったんですね。ですから、まあ、 500人という数はもちろん非常に多いんですけれども、まあ、それでもやはり、まあ、交通事故の一つでではあったんですよねそれで、まあ、原因もまあそんなに変な原因ではなくて、まあ、大変にまずいんですけれども尾翼の修理の時にですね、えー、ちょっと無理があってそれがあの尾翼が外れる原因になったわけですね飛行機の場合は尾翼,尾翼を失うっていうことはですね、まあ、そのまま姿勢制御はできないので、まあ、墜落してしまうと。 まあいうようよななことになったわけですね、まあ、つまり、えー、原因も分かっているし、まあ、それほど何て言うか奇妙な事件でもないわけですね。それはまあもちろん遺族の方もおられますのであれなんですが日本の文化、まあ、仏教文化つ言ってもいいんですけれども、えーまあ、神道も似たようなものなんですが大体まあ親近近親者がお亡くなりになった場合はですね四十九日で一段落をし まあ、あの近い人は一周忌、三回忌というふうにですね、えー、ある程度の,そのお参りをしたらですね、まあ、そこで新しい人生を開いていくということが、まあ、我々の知恵なわけですよね。まあ、人間というのはどうしてもお、最後はもう全員が死ぬわけですから、まあ、死ぬということ自体は不幸でも何でもないんですが、まあ、時期がは外れてですね、 若いうちとかそういうのはまあ大変にかわいそうだと、まあ、いうことでもちろんその思い出っていうのも大切なんですけどもそれが30年経った経ってもですね毎年灯籠、まあ、流しやってそれから遺族の思い出の放送をずっと続けるとこういう文化っていうのはですね 私の記憶っていうか私の知ってる範囲では日本の文化の中にはないんですね。日本の文化っていうのはですね、えー、もちろん深く悲しむんですよ。それから同情もするんですね。そういう点では非常にこの情の深い文化なんですが同時にですね情が深ければ深いほどですねやっぱり忘れる努力というものをすることもあるんですね。ですからまあ 不幸にして亡くなったしかしこれもこれで仕方がないというですねそれからまあ人間は生成流転の中におるんだとそういうことをですね同時に分かってしかも生きてる人がですね過去の思い出から離れて自分の人生っていうのを歩けるように社会は日本社会っていうのはいろいろな仕組みなりしきたりなりを持ってるわけですね。しかしか NHK をはじめとしたですね御巣駄山報道もしくは戦争報道ですねこれはですね本当に感傷的な日本というのを、まあ、昔の文化にない日本人の心の優しさとかそういうものとは全く違う種類の感傷的社会というものを形成していったんじゃないかと思うんですね。でテレビはこれほど感傷的であって物事をしっかり考えないということが続きますとね やっぱり日本はさらに議論が不足するというか議論のできないただ感情的に動く文化また社会になって、まあ、日本の国力というのがどんどん落ちてですねそして、えー、我々の子どもたち孫たちはですね非常に落ちぶれたあ日本に住むことになるんじゃないかと私なんか思うんですね。っていうのは えーとだん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 国の力っていうのは冷静な議論が失われれば失われるほど少なくなってくるんですね。それがあの私がこのブログでも随分言っております家計学園の問題ですね。あの問題は安倍さんのお友達とかそういういきさつですね愛媛県に、えー、その獣医学部を持ってきたいきさつとかそういうのは、まあ、ある程度議論してもいいんですけどもそれよりかやっぱり重要なのはですね なぜ文部科学省が大学の設置に認可をしなきゃいけないのかもしくは文部省が何の権限もないのに告示というのを出して50年間も獣医の新設を止めてきたのかそれからですね官僚っていうのは、えー、首相官邸の命令を聞かないのかと官僚の方が上なのかとそれからこういった利権に基づく天下りっていうのがどのくらいあるのかと。 そういったことが議論になってですねそして一つ一つの事件が起こったらそれについての深い議論をしてですね、えー、その日本のいろんな欠点を直していくという方向に進まなきゃいけないのに終始安倍さんの答え方とかそれから首相夫人のこととかそういうことだけが表面に出るというのはですね私はやっぱり御巣鷹山報道と似たような この報道の何て言うか、作為っていうんですかね、そういうのによるんではないかというふうに思うんですね。で、戦争、よくあの戦争報道ではですね、忘れ、忘れまいと。いや、私はね、忘れまいで平和が求まるんじゃないと思うんですね、私は。まあ、皆さんと意見が違うかもしれませんけど、私はですね、もっと合理的で、深い議論をする必要があると思うんですね。戦争はですね、憲法9条があったり、 戦争の記憶を忘れないようにすれば平和がもたらされるっていうもんじゃなくてやっぱりもう少しちゃんと国際情勢なりウェストファリア条約なりそれから20世紀に入って戦争が落ち着いた理由なりですねそういったものをしっかりと議論するっていうことが大切だだからあのそのオスタガヤも同じなんですけどね航空機の墜落というものを扱うならですね灯籠、えー、流しとか遺族の思い出話ではなくて やっぱり当時溶接技術が未熟だったけどもその後ですね、まあ、検査も検査方法もあったんですけど原因の一つにはですねそういったものがどう改善されてきているのか最近の航空機はもう非常に墜落が少ないんですけどもその整備はどういうふうになっているのか、まあ、ボーイング787の事件がありましたけどもどうしてああいうふうな事件が起こるのかそれから日本の国産の中型ジェット機もトラブルが続いてますがこれはどうしたのか。 そういったです、ね、意味のある深い議論の方にあのしなんないとですねダメだと思うんですね戦争報道もそうなわけですよ、えー。兵力が均衡してた方が平和になるのか平和っていうのは祈りだけでは私は達成されないと思うんですね。祈りっていうのは本当に底の底にあるものであって、まあ、それはまあ言ってみれば、えー、まあもしどうしても報道するなら先、えー、の戦争で非常に悲惨な目に遭 があったのでとかそのくくらいでもよくてでもてすねその後は、えー、もう過去の思い出じゃなくてですね将来に向かって動くと人間というのはですね過去にとらわれがちなんですけども人間に与えられてるのは全部未来の時間なんですよ私たち大人でも未来しか今日の今の先の時間しか与えられてない明日明後日は与えられてるけども,もう昨日とかあそういうのは与えられてないんですね。 与えられてない時間のことだけを延々とやるということはですね、私は全然未来を開くとか明るい生活とかいうのとは無縁じゃないかというふうに思います。まあ、大変に8月をそろそろ終わるにあたってですね、このこういう報道を続けてたらなと思いましたので、ちょっとここで取り上げました。